モンスターハンターシリーズモンスターハンターモンスターハンターは2004年にカプコンから発売されたプレイステーション2用ハンティングアクションゲームおよびそのシリーズ作品この記事ではモンスターハンターと続編であるモンスターハンター G モンスターハンター2モンスターハンター3モンスターハンター 3G モンスターハンター 3GHD バージョンモンスターハンター4 モンスターハンター 4G、モンスターハンタークロス、モンスターハンターダブルクロス、モンスターハンターワールドについて扱う。この項目では以下の略称を用いる。モンスターハンターシリーズは、プソと同様、基本的にオンラインプレイ前提のゲーム設計となっているが、シリーズ第一作目のオフラインモードは、オンラインに力が入りすぎたがためにボリューム不足だった。そのため次回作の MHG では、 オフラインモードでもじっくりプレイできるように全体的にボリューム増加がなされた。この流れが後にオフライン前提の作りとなっているモンスターハンターポータブルシリーズへとつながっていくことになる。その後、MHG のほぼ全ての要素を引き継ぎながらも多数の新要素を取り入れた m h z にをベースとし、さらにオンラインに特化した MO アクションであるモンスターハンターフロンティアオンラインが2007年に 誕生した。2009年に、モンスターハンターさんがウィリーに登場。新たなメガヘルツの原点と歌い、水中フィールドの導入など大胆な変更や、新規要素の大量追加などが行われた。2011年には、携帯型ゲーム機の任天堂 d 3DS 用に、アップグレード版、モンスターハンター 3G が発売された。末置き機版、モンスターハンターのオンラインモードのうち、 PS2 版および w 版は有料サービスである。w i i u 版は無料。プレイステーションに2011年6月30日を持ってサービスを終了した。マルチマッチング BB に対応し、イーソネット端子が標準装備されている SCP-7000K 以降のモデルは追加の周辺機器は不要であったが、 SCP-5 h 万 K 以前のモデルは、PlayStation BB ユニット、または PS に専用ネットワークアダプタが必要であった。Wii2013 年9月12日をもってサービスが終了した。期間別のチケットを Wii ポイントで購入。MHG には14日間、MHz3 には30日間のお試しチケット付け。 2004年3月11日発売のプレイステーションに用ソフトファンタシースターオンラインのシステムをモチーフとしシリーズ第一弾として発売された発売前はプレイヤーや各メディアからそれほど注目を受けていなかったものの口コミで人気が高まった発売からしばらくの間サーバーの能力不足によるサーバーダウンが起きサーバー増強を繰り返していた初代にあたる本作は 通称、モンハン、タイトルの末尾に、シリーズ表記がないことから、プレイヤーの間では、無印とも呼ばれている。オフラインでは、ココットという辺境の村、オンラインでは、ミナガルデという大きな町を拠点とし、森と丘や、砂漠岩地など、特色豊かな狩場へと赴く。武器は、片手剣、体剣、ランス、ハンマー、ボーガンの5種類。防具のスキルシステムは、 数値累積ではなく、同一モンスターの名を冠した防具を統一して着用すると発動する仕組み。例外として別系統の防具でも特定の組み合わせでスキルが発動するものも存在した。テレビ CM の終わり方はハンドル式の肉焼き器を使って焚き火で肉を焼き、上手に焼けましたというゲーム中実際に入るセリフが流れるというもので、開発陣の談話では CM で肉を焼いている、ゲームくださいと注文する購入者がいたと語られている。2005年1月20日に、プレイステーション2版が発売、前作の好評を受け、制作された続編である。カプコンでは、メガヘルツの連価版を出すという案があったが、ただ単にザ、ザベスト版として発売することに抵抗があったと、言われる。同時期、北米版のローカライズをしていたスタッフの一人が、 装剣のモーションを持ち込んだことで、メガヘルツの廉価版ではなく、メガヘルツのアップグレード版を作ることになった。新モードである訓練書が導入され、新たな武器、装剣の導入に加え既存カテゴリーにも多数の武具を追加した。加えて防具の組み合わせにより発動するスキルの発動条件が、特定防具の組み合わせではなくスキルポイントの合計に、 変更されるなどの変更や調整が行われた。また、オンラインモードのクエストにハードクエストのさらに上の段階にあたる G 級クエストが追加され、今作には通常と退色の異なるアシュ、希少種のモンスターが多数登場した。モンスターハンター G、編集2009年4月23日に発売された Wii への一色版、メガヘルツさんの体験版を同梱する。一色は、 エーティングが担当したクラシックコントローラ専用であることからオリジナル仕様のギルドの紋章付きクラシックコントローラを同梱したスターターパックも数量限定で発売された Wee 食版の変更点2006年2月16日発売のプレイステーション2用ソフト MHG の世界観を受け継ぎつつ舞台となるフィールドとモンスターが増加し 従来の飛竜を超える存在としての古竜の追加、加えて昼夜及び季節という時間経過の概念が導入された。太刀、狩猟部へ、ガンランス、弓の4種類の武器が追加され、これまで体験として分類されていた。刀型武器の一部が太刀に再分類された。防具の強化が行えるようになっている。タイトルのドスはスペイン語で2を意味する。開発中タイトルを決定する際に、 前作で通常のものより強いモンスターを意味したドスにあやかりドスモンスターハンターにする案とモンスターハンター2にする案が対立し結果的にモンスターハンター2と書いてニオドスと読ませる形となったなお本作は日本でのみ発売されたオフラインではジャンボ村が拠点となり条件を満たせば以前の拠点だったココット村へ行くこともできるオンラインでの拠点は ドンドルマの街、ゲーム内の時系列は MHG、MHP MH よりもさらに後の位置づけとなる。また、USB ケーブルを用いて MHP と連動させることにより、特別なクエストを出現させたり、部分の生産レシピが追加されるといった特典がある。メガヘルツから継続して批判されていた壁際に追い詰められた際などのカメラワークの悪さは改善されていないが、 風圧に背を向けていると引き寄せられてしまう現象については改善されている。一方通行や必ず毒状態になってしまうエリア間移動の存在。季節により行ける狩場の変動。昼夜により行けるエリアの変化。さらに大型モンスターは5分経つと必ずエリア移動するなど、プレイヤーが不利になるシチュエーションが多々ある。ソフト単品のみの通常版に加えて、フィギュア等のグッズを同梱した。 デラックスハンターズボックスが発売された。2009年8月1日発売の Wii 用ソフト。シリーズで2つ目の任天堂製ハードで発売されたソフト。当初はプレイステーション3向けに発売が予定されていたが、Wii への移行に伴い PS3 版は開発中止となった。概要、編集今作は新たな MHz の原点を目指した MHz であり、そのため今作から追加された。 新規要素が非常に多く盛り込まれており、さらにシリーズ第1作目からの影響が、色濃かった MHz に及び MHP2 シリーズや MHF から大胆に変更された箇所がかなり多い。種類はソフト単品のみの通常版に加えて、本作と同時発売のクラシックコントローラープロを同梱したクラシックコントローラープロパック特典映像入り DVD やグッズを同梱した。 リミテッドエディション Wii 本体とクラシックコントローラプロを同梱したスペシャルパックが発売された。基本的な操作方法は Wii リモコンヌンチャクでリモコンを傾けながらボタンを押す等の操作が可能。その他クラシックコントローラにも対応しており、前作以前からプレイしてきたユーザー向けの操作方法である。また、クラシックコントローラでの操作スタイルは2種類用意されており、 PS2 や PSP に近い操作スタイルに設定することができる。日本でのシリーズの評価や WE 用ソフトとして貴重なコアユーザー向けタイトルのため海外での販売及びプロモーションはプラットフォームである。Nintendo が全面的なバックアップを行った。海外版はオンラインモードが無料であり WeSpeak を用いたボイスチャットに対応しているなどの変更点がある。また、 クラシックコントローラプロなどに加えて、ウィースピークなども加えた、同梱版パックも販売された。ゲーム内容、編集部隊となるのは、メガヘルツ、メガヘルツ2の部隊ではなく、孤島という設定である。公式上の設定では、旧大陸と新大陸といった区別はない。新たなフィールドや既存の種とは異なる生態系を持つモンスターが登場し、ラギアクルスや、 クルペッコ、ロワルドロス、ボルボロスなどの新モンスターが多数追加された。その一方で、過去の作品に登場していたモンスターのほとんどが、今作に登場しないなど、大幅なイメージチェンジがなされている。なお、ディオレイヤや、ディアブロスなど従来から登場していたモンスターにも、新モーションが追加された。オフラインの拠点は海に接した、モガの村で、貿易船との物々交換や狩猟船への量の、 依頼が追加されている。後輩地には、モガの森があり、クエスト外での狩猟や採掘、収集が可能。地震で被災したモガの村に派遣されたハンターが、狩猟を通して、村の復興に関わりつつ、地震の原因となったモンスターを、村人たちの協力を受けて討伐するというストーリーとなっている。オフラインの闘技場モードでは、最大二人同時で遊ぶことが可能であり、二人同時プレイ時は、 画面が上下に分割される。オンラインの拠点は砂漠の中心にたたずむ町。ロックラックで今までの末置きシリーズのオンラインのように多数の大きな施設が設置されている。また、オンラインで受注できるクエストのボリュームは村よりはるかに多く、特に上位クエストは難易度が高いものが多い。今作の最大の特徴は水中を泳ぐことが可能になったことである。これにより、 水中でのモンスターの狩猟などが可能になった。水中での狩猟は陸上よりも複雑かつ非常にスリリングなものとなっており、陸上とはまた違った水中ならではの魅力を堪能することができる。また、水中フィールドの導入によって狩猟の面白みや奥深さが大幅に増した。さらに水中に潜った際に酸素ゲージというゲージが表示され、水中に潜り続けると、 酸素ゲージが減少し続け、さらにゲージが例になると体力がじりじり減っていく、仕様になっている。減少した酸素ゲージを回復させるためには、水面上に顔を出すか、気泡に触れるか、今作から新たに登場した酸素玉や増速薬を使用するかのいずれかをしなければならない。その他モンスター同士の敵対、モンスターの動機、ボス級モンスターのスタミナの概念など、 リアリティをより強化する演出が導入された。批判があった壁際のカメラワークの改善や、回避アクション時に進行方向反対へ若干カメラが向くなどの変更もされている。MHP2G で導入されたシングルプレイで、アイルーをクエストに同行して協力させるオトモアイルーと同様なシステムがあり、今作ではアイルーの代わりに鬼面族の子供チャチャをクエストに同行し、オトモアイルーに ほぼ近い感覚でプレイすることができる。チャチャは多数の仮面を付け替えることができ、それによって特殊能力が付加されたり、ソロプレイ中のチャチャのセリフも変化する仕組みになっている。武器、編集無印の武器5種とたちに加え、今作から新たにスラッシュアックスが追加された。このスラッシュアックスの特徴は、オノモードと剣モードの2種があり、この2種の形態を戦況に応じて切り替えながら、 攻撃を行うことが可能なことである。また、本武器主戦用攻撃として、属性、瓶のエネルギーを放出することによって、絶大な威力を放つことができる。属性解放武器がある。従来から、ある武器には、新たな動作の追加や変更が加えられている。防弾は一部を除き、従来の一体型の武器ではなく、フレーム、バレル、ストックの三つのパーツを組み合わせて使用する方式に、 変更され、パーツの重量により、ライト、ヘビー、新たな階級、ミドル特分されるようになった。さらに、複数の弾が追加されており、切断属性により、尻尾の切断が可能な残裂弾、モンスターのスタミナを減らす、元気弾、火炎放射を放つ、流撃弾などがある、登場人物、編集村長モガの村の村長、かつては、ナウテのハンターで、 ハンターズギルドや交益船とのつながりも深い。村長の息子実動部隊のトップで村人からの納品依頼を取り仕切る。ギルドの看板娘元気でちゃっかりしたところもあるが、故郷であるモガの村を愛している。交益船の船長竜人族の若き船長。モガの村の村長とは、窮地の中、口癖はゼヨ、ぜよ。さすらいのコック公益船に乗って、モガの村にまでやってきた愛ー族の料理人。 ニャイ博士、ロックラックの街で活動している、アイルー族のインテリア職人、ジャチャハンターの相棒となる鬼面族の子供、本作及び次回作、メガヘルツ 3G における物語のキーパーソン、評価、売り上げ、編集ファミ通の新作ゲームクロスレビューでは、w i 用ソフトとして3番目の40点満点を獲得した。販売本数は百十五万本で、これは WEO。 サードパーティータイトルでは国内最高の本数となり、WEO サードパーティータイトルで初めてのミリオンセラーとなった。また、これにより、モンスターハンターシリーズ累計出荷本数も1000万本を達成している。海外では他のモンスターハンターシリーズの海外版と同様国内より大きく下回る売り上げ結果とはなったが、従来シリーズと比較して良好な売り上げ、 評価を得ている。2011年12月10日に発売された任天堂 t e ー d 3DS 用ソフト。当初はメガヘルツさんの携帯基板として企画されたが、提示した追加要素が多かったことから、アップグレード版を意味する G がタイトルに付加され、最終的にはさらに内容がボリュームアップされた。3DS の下画面にマップやアイテムポーチなどが移動できる。 パネルカスタマイズ機能が搭載され、仮想の十字ボタンや、大型モンスターに視点が向くターゲットカメラも追加可能。また、拡張スライドパッドにも対応している。オリジナルデザインの 3DS 本体同梱の、スペシャルパックや拡張スライドパッド同梱版が同時発売された。e カップコン限定で、ハンターンフィギュアとのセット予約販売も行われた。2011年9月13日より、 おはよう、忍者対ガッチャマンとのコラボレーションアニメが公式サイトなどで配信された。2011年12月21日には出荷本数が2012年1月には実売でも100万本を突破し初のサード制 3DS ミリオンタイトルとなった。2012年3月17日には 3DS 本体を同梱したモンスターハンター 3G 初めてハンターパックが 2012年11月1日には 3DSLL 本体に本作のダウンロード版をプリインストールした Nintendo 3DSLL モンスターハンター 3G パックが発売された。ゲーム内には特定の手順を踏むと、牽制のピアスと増弾のピアスが入手できなくなるバグが存在する。これに関しては二千十二年五月十六日より n i n e n e にて修正プログラムが 配信されている。2012年11月15日に廉価版、モンスターハンター 3G ベストプライスが12月6日にはダウンロード版が発売された。ゲーム内容は通常版と同じである。2013年2月21日には Wii U ソフト、Nintendo 3DS 版、モンスターハンター 3G パケットリレーツールが配信開始された。LAN 接続の Wii U で、 同ツールを立ち上げることで、モンスターハンターポータブルシリーズのアドホックパーティー同様に 3DS 版でもインターネット通信を利用した協力プレイが可能となる Wii U ゲインパドのマイクでのボイスチャットに対応。日本国外では、モンスターハンター3アルティメットというタイトルで、下記の Wii U 版と同時発売となるゲーム内容、編集、メガヘルツ3をベースに、 MHP3 で追加されたモンスターの大半と、フィールド、軽流、ブラキディオスなどの新モンスターやアジュモンスターが追加されたほか、過去の作品に登場していたガノトトスが復活している。武器は、メガヘルツ3で登場した8種類に加えて、メガヘルツ3では登場しなかった狩猟部へ、ガンランス、弓、創剣の4種類が追加され、 MHP3 と同じ計12種類の武器をすべて使うことができるようになった。一方、ボーガンはメガヘルツ3にあったミドルは削除されてヘビー、ライトの2種に戻されているが、リミッター解除という新機能が追加された。新属性として爆破が追加されたほか、流属性やられの仕様が変更されている。モガの村にも上位クラスのクエストが追加された。MHz3 のクエストに、 MHP3 の一部モンスターを加えるなどして再構成したものが回クラスのクエストとなっている。プレイ開始当初は夜のモガの森に行けず上位クラスクエストが受注できるようになると森に入る。サインに昼夜を選択できるようになる。マルチプレイの拠点は攻撃の中継地であるタンジアの港に変更となり g 級クエストが追加された。サブクエストは削除されている。 新たにクエストを同行するチャチャのライバルにして、窮地の中、カヤンバが登場し、シングルプレイでは、チャチャとかヤンバを連れて行くことができるほか、MHP3 と同じように二人プレイの時に、別々に連れて行けるようになった。モンスターハンター 3GHD バージョン、編集2012年12月8日に発売された、Wii U 用ソフト、MHz3G を HD 化して Wii U に移植したもの。 新ハードのローンチタイトルとなるのはシリーズ初第一報は2012年9月13日の Nintendo Direct w U プレビューにおいて発表された。セーブデータはメガヘルツ3 g と共有可能であり、ローカル通信でメガヘルツ3 g との協力プレイも可能であるなど MHP3 に対する MHP3HD の位置づけに近いがエミュレーションで PSP のソフトを PS3 で走らせていた MHP3HD とは違い、Wii U の機能を活かしてプログラムを組んだ移植作品であり、テクスチャーが張り替えられているほか、テキストなどの画面レイアウトも HD 表示に合わせて最適化されている。また、インターネット通信を利用した協力プレイも可能となった MHz3G のダウンロードクエストは最初から収録されている。 Wii U 本体と EU プロコントローラーを同梱したモンスターハンター 3GHD バージョン EU プレミアムセットもパッケージ版と同時発売。こちらは任天堂が販売を担当した2012年12月27日よりダウンロード版が任天堂 e ショッ e にて発売。必要容量は 6.2GB 以上。2013年2月19日より機能アップデート第1弾を実施。 新たに、ボイスチャットや、USB キーボードに対応したほか、3DS の拡張スライドパート同様に Wii U、ゲインパドの ZL、ZR ボタンでの視点操作も、可能になった。2013年3月26日より、機能アップデート第2弾を実施、Wii U ゲインパドのみでのプレイも、可能になった。2013年9月14日に発売された、Nintendo 3DS 用ソフト。 本来は同年3月に発売予定であったが、昨日追加などの理由から2013年夏に発売を延期した。2011年9月13日の Nintendo 3DS カンファレンス2011においてコンセプト映像が発表された。同映像は MHz3G に特典映像として収録された。2と3のタイトルナンバーは特殊な読み方をしていたが、本作の4は 英語と同じく、方と読む。フィールドに段差や傾斜をつけたり、シングルプレイの拠点を村ではなく移動するキャラバンに、するなど、様々な変更点が加えられている。ゴアマガラなどの新モンスターや、イアンクックなどの旧作からの復活モンスターが、登場する。一方で、3、3G に登場した大型モンスターは、人王ガなど一部の未属役登場程度となっており、 それ以外のモンスターは素材での登場のみとなる。モンスターが恐竜ウイルスに感染するようになり、ハンター自身にも感染して恐竜症というデメリット効果を引き起こしたり、感染中にモンスターへの攻撃を行い続ければ逆に会心率が一定値上がるメリット効果を生む。自由に狩りや採取などが行える探索に行けるようになった。また探索によって大型 中型モンスターを狩ることによって一定の確率でギルドクエストと呼ばれる特殊なクエストが入手できるようになっている。探索、ギルドクエストでは未知の樹海と呼ばれるフィールドでの狩りとなる。探索はストーリーを進めると海探索、さらに進めると上位探索へ行けるようになる。探索の場合フィールドが決まったテンプレートのエリアをランダムに区切り、 さらにそれをランダムに配置したフィールドとなり毎回エリア配置が変わる。武器はチャージアックスとミサオムシコンが追加されて全14種になったほか、従来の武器も高低差に対応した新アクションや未知の樹海で採掘できる発掘装備が追加された。大型モンスターの背中に飛び乗るアクション。乗りは今回の目玉であり、乗り攻撃に成功するとダメージとダウンを与えられるが、 このアクションには段差を利用したジャンプ攻撃が必要であり、武器単独でジャンプできるミサオムシコンが有利になっている。また、通常アクションも変更されている箇所があり、前作までは壁をじわじわとよじ登っていたが、今回は比較的スムーズに登っており、横移動も可能になったほか、B ボタンで指定の方向に跳ね上がって移動する動作が追加された。その反面、 R ボタンでの加速がなくなったインターネット通信を利用した協力プレイにも対応。メディアクリエイトによる発売週の売上ランキングでは171.5万本の売上を記録し、ダウンロード版も含めると実質197万本の売上となり、シリーズで過去最高だったモンスターハンターポータブルサードの初週売上を上回る高スタートとなった。本ソフトの起動中は、 インターネットブラウザやマバースが利用できなくなる。2014年10月11日に発売された、Nintendo 3DS 用ソフト。日本国外で2015年2月13日に発売された、モンスターハンター4アルティメットは、本作の日本国外版にあたる。メガヘルツ4をベースに、セルレギオスなどの新モンスター、旧砂漠、戦闘街などの新フィールドが追加された、アップグレード版。 モンスターハンター2のオンラインの活動拠点だったドンドルマも登場。上位クエストはドンドルマ GQ クエストは大漏ンから受けることができる恐竜ウイルスによる感染を克服した極限状態が追加される2015年11月28日に発売された Nintendo 3DS 用ソフト。本作のメインモンスターはディノバルド、ダイゼクス、ガムート、 タマミつネの4体、オフラインの拠点は新たに登場した、ベルナ村に加え、過去作の舞台となった、ココット村、ポッケ村、ユクモ村も登場する。また、4で一部しか登場しなかった3、3、3G の大型モンスターを含め、過去作品に登場したモンスターも多数復活している。本作の新要素として、各々のハンターの個性を強くするシステム、狩猟スタイルと、 ハンターが使える大技、仮技が追加された。使える資料スタイルは、バランスが取れた、ギルドスタイル、仮技を多く使える、ストライカースタイル、空中から攻撃できる、エリアルスタイル、ジャストアクションを駆使して反撃する、武士道スタイルの4種類。使える仮技は、武器固有で使える、専用技と武器の種類に関係なく、使える共通技の2種類に分類される。また、 オトモアイルーを操作できるニャンターモードも登場する。ニャンターはハンターと違い体力がなくなってももう一ドングリがあればすぐに復活することができる。ニャンター専用のクエストも本作では登場する。2017年3月18日に発売された Nintendo 3DS 用ソフト。本作のメインモンスターは通常と比べ異形な角を持つオーマ・ディアブロス。 天啓竜と呼ばれる大型の古竜種である、バルファルクの2体。そして新たな狩猟スタイル、攻撃を受け流すことのできる、ブレイブスタイル、錬金アイテムを使い狩りを支援する、錬金スタイルが追加された。各武器に一つずつ、狩り技が追加され、SP 狩り技も登場した。モンスターハンターダブルクロスニンテンドースウィッチバージョン、編集ニンテンドースウィッチ移植版。 2017年8月25日発売。3DS 版未発売の海外では2018年8月28日に発売された。詳細は、モンスターハンターワールドを参照。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。モンスターハンター G に関する、カテゴリモンスターハンター2に関する、カテゴリモンスターハンター3に関する、カテゴリモンスターハンター 3G に関する、 カテゴリー、モンスターハンター 3GHD バージョンに関する。カテゴリー、モンスターハンター4に関する。カテゴリー、モンスターハンター 4G に関する。カテゴリー、モンスターハンタークロスに関する。カテゴリー、モンスターハンターダブルクロスに関する。カテゴリー、モンスターハンターダブルクロスニンテンドースウィッチバージョンに関するカテゴリー。ありがとうございます。